こんにちは。地球に住む皆さんは、地球の生物量が最も多い生き物を知っていますか最も多いのは動物しか、植物しか、それとも最近なのかなんとなく大きさからしても細菌が最も多いのかなと思ってしまいますが、研究者たちが数年かけて調査した結果を見ると、最近類の生物量というのは2番手であり、 地球の生物量の大多数を占めるのは植物で、なんと8割から9割を占めています。そして我々人間を含む動物種は0.5%に過ぎません。そのため、この地球は植物の世界と言っても過言ではないでしょう。そんな植物たちは約20億年よりも前に誕生してから進化し続け多く繁栄してきました。そんな数多くある植物種の中でもすごい進化を遂げた食中植物という生物がいます。植物の多くは日光を浴び、光合成をすることで自ら栄養分を作り出すことができます。ですが、成長するには水の光だけではなく、他に3つの栄養素が必要で、窒素、リン酸、カリウム。この肥料の 3要素と呼ばれる栄養分は欠かせないものなんですですがこの成長に必要な栄養が少ない環境が地球に存在しますそんな栄養が少ない地で生える植物はどうしたのかというと自ら他の生き物を食べ肉食になっていったんです生き物を食べ栄養に変える肉食の植物を食虫植物というわけです今回はそんな植物離れした能力を持つ食虫植物を4つと最後に紹介するウツオカズラとホニュールスパイのお互い利用し合う面白く残念な関係についても紹介しますピアスギル生き物紹介です 1. 1ハイトリグサ。アメリカ南東部原産の食中植物で、よく知られるパッキングフラワーのような見た目をしており、動く植物として食中植物の代表格とも言えるとても人気の種です。二枚貝のような形をした葉は、補虫葉と呼ばれ、葉の内側に感覚網と呼ばれる針が3本あります。この葉の内側に獲物が乗り、感覚網を30秒以内に獲物が2回触れると0.5秒の素早さで閉じ、獲物を捕まえます。一度閉じると植物の栄養を完全に吸い取るまで数週間開くことはありません。この植物のすごいところは記憶するところにあります。 歯を閉じ、獲物を閉じる際に吸収したいものの栄養を利用して歯の内側を成長させます。そのため空振りしてしまうと植物体を激しく消耗させてしまう。その空振りを防ぐために一度刺激を受けたことを記憶しておき、2回目の刺激で補充用が閉まるというシステムになっています。これをすることにより偶然入ったゴミなどの栄養にならないものの刺激と動き回る獲物の刺激を区別することができています。名前にハイトルとつきますが、肺以外の答えはもちろんナメクジなどの小動物を捕獲することも可能です。このハイトリグサはとても人気があり、飼育している人間も多くいます。餌を与えないといけないのかなと思うかもしれませんが、餌を与えなくても 十分育つそうですハイトリグサを野外で育てる際に自然と虫が引っかかることもあるので無理に与える必要もありません逆に面白がって滅多に与えすぎると生姜不良になります根からも栄養を吸収できるため餌は必要ないそうです興味がある人はぜひ調べてみてください 2. モーセンゴケ 世界に約200種類の盲線ゴゲが発見されていて、数種類は日本でも見ることができます。名前に苔とつきますが、苔の仲間ではなく、種子植物の仲間です。夏には苔を伸ばし、白や赤の花を咲かせます。俗名のドロセラは、ラテン語のドロセラスから来ていて、梅雨の多いという意味があり、英名ではサンビューと呼ばれ、太陽の梅雨という意味があります。朝梅雨のように透明感があり、日差しが当たると光り、美しく、綺麗な見た目をしていますが、見た目以上にとても恐ろしい植物です。これは水滴ではなく、ネバネバしていて、この植物の武器に値します。赤い色をした、洗毛の先から粘液を出し、トンボや蝶などの比較的に大きいもの

がないものを葉の上に置くと最初は反応して集まりますがそれ以降は反応せず粘液を追加して分泌したりはしません栄養の少ない環境で生き抜くためには食べられないものを区別することが大切なんですね3たぬきも現在226種のたぬきも属が発見されていて南極を除く全世界の沼や湿地帯に広く生息しており数種類は日本にも生息しています水中で浮遊する様子がたぬきの尻尾に似ていることからたぬきもという名前がつきましたこの植物は通常の植物とは違い根を持ちません水面には小さな色のある花が咲き日本では黄色い花をよく目にすると思います 水中にある補充能と呼ばれる器官があり、そこで獲物を捕まえます。普段この袋は何も入っておらず、潰れた状態で水は入っていません。先端にある口には扉がついていて、水分が入ってくるのを防ぎます。この補充能の口の近くに、ジンコや昆虫などが近づき、扉付近にある短い溶昆の覚隔に触れると、瞬時に扉が開き、水ごと一気に吸い込みます。この補充脳で獲物を溶かし、栄養に変えてしまいます。本体の一部が切れると、その切れた個体がさらに成長していく、無性生殖をします。自分のクローンを作るようなものです。一つの潰から約40個分岐 すすることは可能です野外の水槽に入れておくとよく育ち水面から出るチーズの花が可愛いことからメダカなどと一緒に入れるなどして人気な食虫植物と言えます。 4. ウツボカズラ。ボルネオ島やスマトラ島を中心に分布される大きさ約45センチ近くにもなる補充袋を持つ大型の食虫植物です。特別な形状の葉がウツボに見えることからこの名前がつきました。補充袋の入り口付近には大きな葉があり、この葉を利用して雨を降った時に水が侵入してくることを防いでいます。蓋のような存在というわけです。この蓋の裏と袋の中から水の香りがし、獲物が匂いに釣られ近寄ると、入り口付近から袋の内側の壁はツルツルしており、足を滑らせて中に落ちてしまいます。そして穴の中に落ち、約2.5リットルめられた消化液によってドロドロに溶かされてしまい� 栄養に変えられてしまうのです恐ろしいことにこのウツボカズラの餌食になるのは昆虫などの虫以外にカエルやトカゲなどの脊椎動物もいますそんなウツボカズラちゃんなんですが主な食事は虫で大切な栄養源なんですがボルネオの高山に生えてしまうことがあります高い山というのはとても虫が少なく獲物が捕まることがとても減ってしまいますえそんな環境でそんな栄養が取れない環境での賢い生存方法というのがトイレになることでしたウツボカズラをトイレにするのは体長約2 0ンチのリスに似た小型の哺乳類スパイリスに似ていてリスモドキと呼ばれたことがありますがリスの仲間ではなくスパイ目として していますこの動物は酒を飲むことで知られていて酒が出るヤシから自然発酵したアルコールを人間なら酔っ払って立てなくなるほどの量を毎日摂取しますそんな最強の肝臓を持つ動物がなぜウツボカズラに関係しているのかというとスパイは酒だけではなく蜜も多く摂取しますそのためウツボカズラの蓋の部分から出る蜜を舐めるんですそしてそこで葉の裏を舐めながらウツボカズラの袋の中にうんちをするんですね糞は排泄物でいらないもので汚いと思うかもしれませんが動物の糞にはウツボカズラが成長するための栄養源が含まれており山が高く虫がいない環境で動物の糞というのはとても大切なんです え、そのため蜜を舐めさせてあげる代わりに、クームをもらっているんですね。釣り合わない交換条件のように聞こえますが、彼らからしたらお互い利益がある、総理強制の関係にあるんですね。スパイからしたら、ウツボカズラは食事をしながらトイレもできる、とてもコンビニエンスなところなんですけど、たまにウツボカズラだけが得をしてしまう時があるんですね。うんちして帰ったのかなって思うかもしれませんが、入り口付近は虫などの獲物を落とすために、ツルツルしてるんですね。え、だから、食事中にトイレに足を滑らせて、落ちることがあるんだって <laughs>。さっきうんこしたところに落ちちゃうんですね。 しかもスパイの体は20センチくらいでウツボカズラは50センチくらい大きいものもいますしかも袋の中の壁はツルツルしているのでなかなか外に出ることはできないんですそのためウツボカズラの中で死にしまったこともあり消化液で死んだというよりは餓死の可能性がありますが脊椎動物でも溶かしてしまうほどの消化液でウツボカズラの栄養になるそうですもしこれを狙って3つを与えて舐めさせていたのならとても恐ろしい肉食植物だと言えると思います はい、いかがだったでしょうか栄養が少ない環境で他の動物を食し、肉食となる食虫植物を紹介しました。この動物を食す植物を見ると、植物も生きているんだなと強く思いますね。この植物たちは飼育することが可能なので、興味を持った方はぜひ飼育してみてください。そして4つ紹介しましたが、どの食虫植物がいいなと思ったかコメントで教えてください。以上、ご視聴ありがとうございました。てーん、ててーん、てれてれてー